です。入ってるよね多分声、ね、あ大丈夫だと思うんですよね。はい、とうとう大会前日になりました。でドピー我が愛すべき後輩が前日一緒に付き合ってくれるということなので、今渋谷に行ってます。で今から前日チェックインですね、選手のチェックインをあるのでそちらに行きたいと思います。でまあこの1週間ちょっと仕事を休ませていただいて、まあいろいろやって、髪の毛はお楽しみで結構かっこよかったでしょ。いやかっこいいですよ。似合うでしょ、似合うでしょ、かっこいいですよ、似合うでしょ。それでいいんじゃないですか。あのいや結構レコハマってるから今後これでいこうかと私は思ってるけどいい、ね、まあっていう感じなので今から渋谷へ向かっております。じゃあ今日も一日楽しんでいきましょう。疲れてますけど今日はもうご飯とかも時間で決められてて、水は1リットルです。18時までに1リットル。うぅ少ねー少ねー少ねーっていうことで今日も楽しんでいきましょう。レッツゴー。はい、タピもレッツゴー。レッツゴー。うぅ渋谷着きましたね。運転お疲れさん。お疲れ様です。ちょっと、チェックインまで、えらい時間があるんで、散歩です。散歩という名の喫煙所のサラスです。調子は良さげですよ。さっきも鏡見たけどバッチ。あとはもう我慢して寝るだけですしゃ、あとどんぐらい時間だろう。2時間以上あるよね。2時間はないですかね。1時間半くらいですかね。まあ心配性なんでこんぐらいが落ち着きますよ。すべての場所を把握しましたね。そうですね。すべてのところも。こんぐらいがちょうどいいんですよ。そうですね。そう。いきなり髪型がかぶった。いきなり髪型がかぶりました。顔のことが分かった。ちょっとチェックイン終わりました。厄介ですね。サポートさっさとよこせと外国人多かったですね。日本人なのに英語で説明されましたね。逆にわからん。えとか言って、ばっかだから。そうですね。じゃあもう途中から俺お願いしますって言ったら日本喋るよ。外人に見えたな。で、まあ、ってことですかね。まあ、いやでもよくアジア系に似てるって。ああ。こっちから行こう。終わりました。続々と来ております。試合にはちゃんと出れますね。あ、そうだね。そこが安心。一安心。カラーリングの心配性のことは全部パッピーがこう見えてパッピーすごいね、ずんどいって。いや全然行きますよ。俺結構相手に昇進もんだから、ね、マジっすか。いいのかなってなっちゃう。いやいやいや大丈夫っすよ。素晴らしい。まあこれで明日朝カラーリングをして、今からの予定だとミール4か、ミール4を食べ
で、カラーリング、安心浴をして、カラーリングして、寝るって感じですね。準備が終わったら。バックステージサポートも変えたので。でもなんか、ちょっと来た感じのサイズだったら、はあ、負けてない気がする。いや、余裕っすよ。余裕っす。顔のひげさで俺の方が勝利。いや、そうっすよ。間違いないっす。楽しみにしててください。なんか本番になってきたね。そうっすね。まあもうなんか緊張はよく喋るようになってるから緊張なくなったね。あとはもう油断せずね。あ、そうだ、 T シャツもらった。嬉しい。はい、先生。え、あぶねえ。かましますよ。今、半身浴終わって、スプレータンに行ってまいります。駐車です。夜の都会だね。Let's go。 こんにちは。はい、カラーリング終わりました。黒い。黒いよね。ちょっと黒いですね。撮れてないよね。心配性。心配性すぎるからさ。取れてないよね。大丈夫ですよ。オッケーで、そう、心配すること言うんだもん。もうやめてと思うよ。その服で取れるよみたいな。すぐ着替えたわ。すぐ着替えたけど、これでもあれだからね。で、心配したな俺は。今からタッピーと共にダボダボの服を買いに行きます。で、水はもう飲まない。うん、水しじかったので、水は飲まなくて、まあ今から特になもうやることないな。7時になったら最後のご飯がありますので、牛肉とブロッコリー食べて、まあ休めるって感じかな。そうだね。まああのスプレーを見てるところだと、やっぱバルクはみんなすごいっすね。外人さんすごかった。うん、けど勝てるところはあるなっていうのは全然あるなっていう。自分の武器を生かして絞りとコンディション、スタイリッシュな感じっていうのかな。そこが評価してくれたら、まあ、いいところまでいけるんじゃないかなと思います。うん、いや、ファーストコール余裕っすよ。ファーストコール呼ばれたいね。いや、いけますって。頑張るよ。絶対いけますよ。そうだね。なので、そうだね、緊張はもう正直しなくなったね。うん、もういいやって感じ。まあ、じゃあちょっとリラックスできてる。リラックス状態。まあ、やることが。今どっちかっつったらこっちの心配なんだよ。カラーリングが。カラーリングが取れるか取れないかの心配。そう、いつもね、大会の時カラーリング心配しちゃうんだよ、ね。ああ、まあそうっすよね。せっかくやったのに。確かに。そうす。なんで、まあまあ、あとはもう、運任せですよ。そう。じゃあ、また明日会いましょう。明日が。アマチュアオリンピアジャパン、自分のショーデーになります。皆さん期待しててください。今の状態で結構いいコンディションなんで、明日また水分抜けて最高のステージを見せれるかなと思いますんで、まあ自分らしく楽しんでいきたいと思います。というわけなので、 Take it easy。